どうも、ハンサムクロジです。ハリーポッターの新作ゲームホグワーツレガシーを遊びたいと思います。はい、この通りですね。この紙、画面に映ってる紙は入学許可証です。これがあればホグワーツ魔法魔術学校に入学が許可されたという証明になるということで、今からですね、入学してハリーポッターの世界を冒険していきたいと思うんですが、ちょっと読んでみましょうか、入学許可証ね。はい、この度5年生としてホグワーツ魔法魔術学校に入学を許可されましたことを心よりお喜び申し上げます。新学期は9月1日に始まります。必要な学用品などはこちらで用意しておりますので、城への道中にてお受け取りくださいね。城で受け取るんじゃなくて、城に来る途中で受け取るっていうね、ちょっと謎の仕様ですね。すでにお気づきかと思われますが、未成年魔法使いの妥当な制限に関する法令により、17歳未満の魔法使いが学校の敷地外で魔法を行使することは禁じられています。しかしながら、この度は貴殿の特殊な事情を鑑み、魔法省からの特別な許可により、呪文の使用法について、エリエザー・フィグ教授が事前の指導を行います。フィグ教授はこの指導の後、貴殿をロンドンから城へと引率し、歓迎会と組み分けの儀式へとご案内いたします。ケーグ副校長マッチルダ・ウィーズリー。ウィーズリーって聞いたことあるな。なんかそういう人いた気がするな。ハリーポッター本編で。ということで、主人公はですね、5年生から魔法学校に編入する人です。はい、それまでは魔法を使ったことがないのかなと思うんですが、まあでもね、4年間は魔法を勉強してないから、その代わりにエリエザー・フィグ教授が、学校の外で魔法の使い方を教えてくれてたと。で、この度やっと編入できるということで、許可が下りたんでしょうね。まあ、どういう事情があるのかはわかりませんが、そこら辺も明らかになっていくんでしょうか。というわけで入学していきましょう。ゲーム開始。はい、じゃあまずはキャラメイクですね。なんかね、アジア人っぽい顔の子があんまりいないんであれなんですけど、まあ、僕は男の子なんで男性のキャラ、髪型的にこの子が一番近いんじゃないでしょうか。顔もね、アジア人っぽい顔がね、なかなかなくて。ああ、これいいな。いいけど、ちょっと似てない。これが一番似てると思います。まあ、ちょっと事前にね、キャラメイクはちょっとしてたので、結構肌白めなので。こんな感じ。うん。で、丸メガネつけてね。そして、髪型はこれで大丈夫です。今、僕は本当にこんくらい長い。肌の質感はね、結構いい方だと思うんで。こんなにほっぺた黒かったりしないもんね。目のクマもなんかないし。クマあるか？ないか？ないよな。うん。つるっとしたもんです。そばかすもない。ただ、泣きぼくろがあるので、ほくろだけつけておきましょう。ここにほくろ。傷はね、ないんですけどね。いろんな傷あるんですよ。やっぱ、ハリーポッターがさ、稲妻の傷がおでこだっけにあるっていう、傷っていうのがちょっとキーポイントになってくるのかなと思うんで、まあ実際僕の顔にはないんですけど、鼻のあたりにちょんって傷つけておきましょう。昔ポストの上に登って3歳くらいの時頭から落ちた記憶があるんでね、それでついたってことにしよう、設定として。で、眉毛はこんな感じ、結構角度強めです。はい、目の色は茶色でこれで大丈夫。色もいいね。あ、こっち見てるよ、すごい目つき悪い。で、声、ただのクモの巣と埃、心配することないよ。確かに学生ですが、助けにはなるはずです。声高。まあでもこっちの男の子の声でいきましょう。
難易度はストーリー、イージー、ノーマル、ハードってあるんですけど、まあノーマルでいきまーす。名前は、これね、なんか PS5?4 か、4も一緒かわかんないですけど、なぜかね、名前ローマ字でしか付けれないんですよね。そのうちアップデートでカタカナも使えるようになると思うんですけど、クロジハンサムで魔法使いで行きましょう。スタート。いきなりハリーポッター感すごい。イギリスだ。これでようやく出発できそうだな。できればもう少し魔法を教えておきたかったが、教えた呪文は練習していたかね。もちろんです。おお、お下がりの杖にこれほど早くなれるとは夢にも思わなかった。自分の杖を持つのが楽しみだな。ありがとうございます。入学前から手ほどきしていただいて。わあ、誰。おエリエザー、ジョージ、ずいぶん分かりにくい説明だったと思うが、よく見つけられたな。どうってことない、姿現しで一瞬だ。とはいえ1回目は目算を間違えたらしくてな。ウエストエンドの劇場に通う人々を怖がらせたかも。久しぶりだな。袋が届いた時、私はエリエザー、場所を変えて話さないか。そうだな、ホグワーツに向かいながら話そう。これから新学期の宴会と組分けの儀式があるんだ。いい考えだ。君の連れさえ良ければぜひご一緒したい。問題ないです。乗りたまえ。ホグワーツは久しぶりだ。懐かしき岩のお城は今どうなっているかな。あ、なんか表情が曇ったな。なんだ、何もいないな。何もいない馬車。でもなんか主人公がなんかダンディーですね。問題ないです。あ、こいつ悪いやつ。あ、空中で雑巾みたい、雑巾絞ったみたいに消えたよ。怖いんだけど。わー、ワーナーブロスゲームス、すごい映画の最初みたい。アバランチ、ワーナーブロスゲームスってバットマンとかあの DC コミック系のゲームも全部このワーナーブロスゲームスみたいですよ。飛んでる。君がスコットランドに行く前に会えてよかった。そうだな。ところでこの若者は誰だい。新入生だよ。新入生？はい、5年生から途中入学です。驚いたな。いかにも、こんなに遅れてホグワーツに入るなど聞いたことがない。私もだよ。無論他の5年生はすでに4年間魔法を学んでいる。校長から新入生がついていけるよう入学前に個別指導を頼まれてな。君は最高の指導者に出会えたな。フィグ先生は優れた教師であるだけでなく、直感に恵まれた類いまれなる魔法使いなんだ。そうなんだ。彼はお世辞が上手でね、魔法省で出世できたのはそのおかげかもしれないな。こいつを読んだか。乱六と高二の反乱について。ああ、彼の脅威をどう見るかは意見の分かれるところ。ショーの仲間はなかなか信じてくれないが、私は奴を大いなる脅威だと思っている。それに君の奥さんなんだ。この件を私に警告してきたのはな。ミリアムがどうやって。先生の奥さん亡くなる前に手紙をくれてね。魔法省がランロクをマークしているか気にしていた。ランロク、返事を書く前にこれが届いた。連絡はそれが最後だよ、エリエザー。
届いた時には手紙の類はなかった。察するに急いで送ったんだろうな、守るために。蘭六の手からな、開けられないんだ。どうやら強い魔法がかかっているらしい。なんか中身は重要なものか。金属か。あ、こうにってゴブリンか。この光は。光など見えんが。私もだ。わあ、僕にだけ見える光。あ、開いたよ。なんだって、どうやって。待て、何。うわ、うわ、ああ、食われた。どう、どう、止め。わあ、大事な大事なカプセル。すっげえ。あ、鍵が。大冒険すぎだろう。リスちゃん、大丈夫かね。それより鍵は、わ、 HP が、 HP が右下に。これをウィゲンウェルド薬だ。多少の怪我ならすぐ治る。ああ、はい、下で回復。はい、いただきます。美味しそう。ごくごく。うまい。どう、なんか抹茶みたいな味するぜ。まさかジョージ死んだの。一体どういうことなんだ。飛んでいる馬車を襲うだなんて。普通のドラゴンならそんな、先生しないんだ。普通のドラゴンは。先生、ここは周りを見回す。君が見つけたのはポートキーらしい。ポートキー、触ると他の場所に瞬間移動する。ああ、そっか、それでここに飛んできたのか。動けそうです。少し見て回りませんか。そうだな。だが離れるな。誰が作ったポートキーかわからん。注意を。はい、ちょっと話整理すると、ランロクっていうゴブリンを使ってなんか反乱を起こす危険なやつがいて、そいつ危険だよって注意してきたのはこれフィグ先生の奥さんで、フィグ先生の奥さんはどこにいるかわかんないんだけど、あのポートキーを送ってきて大事なカプセルに入れて送ってきたと。ただ開けれたのはなぜかこの私、主人公、選ばれし男で、そのポートキーを触ったら見知らぬ土地に飛ばされたっていう感じですね。で、魔法省のさっきのおじさんはドラゴンに食われちゃった。でもちょっと怪しいな、あの人生きてそう。一体ここはどこなんでしょう、ね、絶景すぎるだろ。馬車で移動したよりずっと遠くだ。ハイランド地方どこかだ。ハイランド地方、あの遺跡、もしかしてポートキーの目的地か。行こう。こんなことになるとは夢にも思わなかったよ。だがポートキーをのには理由があるはずだ。そうだね。ミリアムもジョージもこの鍵に隠された秘密のために命を落とすことになったんだ。君にまだ元気があってわがままを許してもらえるなら少し調べさせてくれ。もうぜひ。よかった、ひとまず道を探そう。行こう。あるいは道の名残をな。うん、道の名残。あ、ジョージか、一緒に馬車に乗ったあのおじさん、ヒゲのね。おお、走れた。気をつけたまえ。フォグ先生についていく。あ、これでいいのか。ポートキーの力によって、あ、フォグじゃない、フィグ先生だ。ポートキーの力によってフィグ先生と二人で不思議な、岸壁へと飛ばされた。スコットランドのハイランド地方のどこかみたいだ。ポートキーで行くはずだったと思われる不思議な廃墟を探索しなければならない。あれね。奥さんは一体どこでポートキーを手に入れたんでしょうか。いい質問だ。ミリアムは長年大昔に忘れられた古代魔術の証拠を探している。ジャンプ。あ、はい、登れた。
ジョージ、あのヒゲのおじさんが馬車に乗る前になんかこう遠く見てこう難しい顔してたじゃないですか。古代魔術、裏切り者だろあいつ。ごく一部で使われていた強力な魔法、時の彼方に忘れられたはず。滝だ、すごい。古代魔術ね、古代魔術って強いよね、大体ファンタジー世界では強すぎて封印されてんだよな。おいしょ。まあ、僕はハリーポッターシリーズ本当全然わかんないんで。産物で城自体が古代魔術の砦となっている。ああだから変なんだ。あのポートキーの出所が一体どこかはわからんが、古代魔術と関係があると考えてよかろう。なるほど。お、下に道があるな。こっちだ。下に道ある？あ本当だ。道かあれ？よくわかんない。ハリーポッターシリーズね、賢者の石と。なぜ奥さんは失われた古代魔術に興味を。秘密の部屋くらいしかわかんない。妻は強力な古代魔術が消えた理由を知りたがっていたのだよ。皆の役に立つはずだとな。だが魔法は所詮他の力と変わらん。本当に大切なのは誰が用いるかだよ。そうかもね。アズカバンの囚人もわかるぞ。ですか。冷たくはないな。おそらく何かの魔法だろう。この先に行かせないためか。杖の練習の成果を見せてもらおうか。中心に集中したまえ。はーい。R2で基礎呪文を唱える。魔法のバリアを壊す。消しといてと。R2。はい。おう。どうすんの？おお、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 割れた。お見事。ありがとう。カメラを使用して新しい対象を選択できます。カメラの相対標準設定を無効にすると同じスティックで対象の選択とアバターの移動を行うことができます。ああ、なるほど。こんな感じか。はい。はいはい、かっこいい。まあでも僕みたいなね、うわー滑ったよ。大丈夫か。想像以上に荒っぽかったな。びっくりしました。僕みたいなさ、編入生に壊せるくらいの封印なんだったら大したことないよね。ここ登れる？登れない。待って、フィグ先生。おお、いい感じに段差登る。段差登りの表現が素敵だ。あそこか。あ、上？上ですか？わあ。アクティブだね。魔法とか関係ないじゃん。普通に。あの、腕力とか身体能力高いわ。あ、宝箱開け。開いたけど。ねえ、開いたけど何も入ってなかったってこと？なんだよ。なんかあるかな。結構視点の動き早くて酔いそう。だいぶ近くに来た。もうすぐだ。はい。ここをどうやって渡るんだ。もう橋は朽ちてます。レパロ。おお。えぐ、何でもできるよ。なんかそんくらいできんだったら瞬間移動とかできんじゃない、向こうに。それはできないのかな。自分の体浮かして飛んでいくとかできない。
まあでもいずれにしろ着いたぞ。なんだここは。誰が何のためにこれを。おそらく秘密を守るためだろう。ポートキーを使ってまで隠す秘密。何でもいい、怪しいものはないか調べてみよう。分かった。まずはこの像だな。ミニマップにはあなたを中心に周囲の状況が表示されます。この、黄色いピンが現在の目標です。上を長押しするとクエストの目標の詳細を確認できます。こっちでした。全然像は怪しくなかったです。ここ上え、ここ登れる。違うな。いや、やっぱこれだよ。調べる。先生、この像。ああ、ここで暮らしていたのだ。こっちだ、裏側だ。また例の魔法の結晶か。一体何を塞いでるんだ。よし、壊すぞ。壊そう。先生、早く壊すよ。おうおう、鏡？あれ？映ってる景色は違う、こっちと。奇妙だな。なぜこんなところに魔法の石を出現させたのだ。奥に部屋があるのも変ですね。部屋だと？私には見え。またあの光、ポートキーの箱と同じ。なんで主人公にしか見えねえんだよ。これは一体なんだ。あ、もう背景違うぞ。後ろ振り返れ振り返れ。あ、なんと。ここは信じられん。どこだよここ。なんか寝てる人いるぞ。こんにちは。おはようございます。ゴブリンの銀行か。夢じゃないよな。黒目でか。牙、歯すごい。少々ギザギザ。爪長。耳尖って。ちっちゃ。見た目の感想しか出てこない。ようこそ、グリンゴッツ魔法銀行へ。グリンゴッツ魔法銀行。聞いたことあるな。銀行で合ってますかな。いかに。鍵はお持ちで。鍵？ポートキーでは。ああ、持っていると。ではこちらへ。これがフィグ先生の奥さんが離れるなよ伝えたかったこと。おお。お先にどうぞ。すげえ。なんだこれ。指を失いたくなければ両手をトロッコから出さないように。怖え。でもおもろい。 USJ に作ってほしい。うわー、指出さないでね。吹っ飛ぶぞ。うわー、早い。ここにはいくつの金庫があった。これで。なんだ。すげえ。実際12番金庫はかなり奥の方でしてな。ああ、そうなんだ。ここはルビーの真下あたりなのですが、手前ほど新しいものです。グリンゴッツでは専用の入り口が普通なのか。いいえ、違います。大きな富か力、あるいはその両方を持った方だけの特例です。へえ。息を吸ってください。なんだ。魔法を全て洗い流すんだ。安全対策だな。もしかして盗み落としの滝をご存知でしたか。話
からは仮想金庫となります。どこまで降りるんですか？12番金庫は400年以上前にグリンゴッツが設立された頃から使われております。すげえ。金庫の最も奥にあるのです。へえ。ですので少々距離があります。すごい。でもおかげで楽しい。あ、着いた。何番だ？12番だ。とうとうこの日が来た。行っていいぞ。とうとうこの日が来た。どういうことだ？先生。うん？さっきのゴブリン、腕輪が光ってました。え？あのポートキーの箱のようにか？もっと暗い。ドラゴンの首輪と同じでした。え？どうされました？さっきのゴブリンが怖かったんだ。彼は一番古い区画の見張りでしてね、めったに人が来ないのです。操られてる可能性あるね。そのドラゴンも普段はおとなしかったのにさっき暴れてたから。ああ、それで到着です。なんか新聞に書いてたゴブリンの反乱っていうのも操られてただけだったのかもしれないな。ゴブリンは人が来るのはいつ以来だね。何六係？あの受付には数百年間ゴブリンが座っていましたが、その間誰も12番金庫を訪れていません。今日が初めてです。あ、本当。あ、なんかありますけど。宝箱。数百年ぶりに開くんか。こちらです。案内ありがとう。数百年前の扉とは思えないほど機械だな。ちょっとこれ開けさせて。さっきは何も入ってなかったけど。あ、何も入ってないことがほとんどなんだな。本当に箱なんだ、宝箱とかじゃなくて。これはゴブリン閉じ込めて運ぶなんかスーパーのカートみたい。失礼します。ここでどうすればいいんでしょう？わからん。君、すまないが。12番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら扉を閉めろとの指示がありますので。え？待て。おお。先生。ずいぶんなもてなしじゃないか。どうするか。ここにはきっと何かがある。レベリオの出番か。レベリオ？ああ、出現呪文だ。こういう時に使える。鬼が出るか蛇が出るか、杖を構えて集中したまえ。お、呪文を習得するにはエルで杖をしっかり持って呪文の軌跡をなぞりましょう。入力が表示されたら対応する操作をすれば軌跡をなぞる杖の動きを加速できます。レベリオだから R。 いきまーす。ほう。あ、ダメ。何？どういうこと？あ、急げ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 。あー、ルッと。はい。レベリオ習得。レベリオ。あった。何か見えました。近くまで行って調べてみよう。この主人公しかし冷静だな。僕だったらもう発狂してるぞ、こんな目にあったら。魔法の世界に馴染みもないのにさ。こいつすげえやつだな。大物だな、だいぶ。さて、なんかありますか？ああ、扉だ。扉。一歩前進だな。また紋章か。もしかしてまた何か。はい、先生。光ってます。紋章にポートキーの箱と同じ光が見えません。君に手がかりが見えるのだとしたら、この金庫に隠された秘密を解き明かせるかもしれんな。先行してくれ。うん、わかりました。先行します。
ああ、怖い、真っ暗。普通の金庫ではないな。ルーモスも教えて。正解を見つけないと出られない仕組みだ。正解ってどういうことです？僕らは試されてるってことですか？はい、何も明らかにならん。目的はわからんがな。うわ、怖っ。そばにいなさい。はい。まずい事態が起きてもグリンゴッツでは姿くらましが使えん。どこまでもどこまでも続いてるこの空間。レベリオ、レベリオ。何もわからない。結構怖いじゃないか。え、先に何かあります。ある。なんだあの光です。レベリオ。今度は床に。レベリオ関係ねえ。おい先生、調べるよ。わルーモス。なんだこれ。光の方に進んだら地面がいきなりうねうねと動き出してきて。誰かいるよ。ないか、ね、あ、はい、平気です。君のおかげで床に変化が起きたぞ。像がある。像だと？これ像？床に映り込んだ景色に像のようなものが見えるんです。先生マジ役に立たないな。何もわかんないじゃないか。レベリオ。床に映っている像というのはこれのことだったか。そうです、床にもまだ見えます。でも像の向きが合ってません。あ、本当だ。動いたら反射が光の方に向かって動きました。うん、ルーモスを唱えてみなさい。はい、ルーモス教えてください。ルーモス。よっしゃー。杖明かりの呪文ルーモスを覚えました。この呪文は自動で呪文セットに割り当てられています。ルーモスを使うと杖の先に明かりが灯り、暗い場所でもよく見えるようになります。ありがとう。 R に押したまま三角をタップし、ルーモスの呪文で点灯。ルーモス。いいぞ。今度はこっちの方を向いたな。光を追いかけてるんだ。あ、敵？敵？襲ってくる？危ない。あ、プロテゴ。まあフィグ先生強そうだから大丈夫だろう。敵の攻撃にプロテゴをかける。プロテゴ来い来い。あ、いて。なんだよ、ノーモーションかよ。よっしゃプロテゴ。これはチュートリアルだぞ。よし、基礎呪文で壊すぞ。ほいほいほい。あ、いて。やば、強くない？待って、プロテゴをうまく使わないとやばい。よいしょよいしょ。よし、壊した。いや、プロテゴナイス。プロテゴ、よし、完璧。結構距離あっても詰めてくるね。離れるんじゃないぞ。はい、離れないよ先生、怖い。先生、先生、フィグ先生、フィグ先生、ル先生、どこですか？ルーモス。これはまずい。まずい。どこに向かえばいいんだろう。この光の向かう先かな。なんだろう、魔法の光が案内しようとしてるみたいだ。フィグ先生、怖いです。ああ、あそこに行けと言ってる。そうだよ先生。あ、またまた、え、ルーモス、アチェット、レベリオ。レベリオ。今度は一人でやらないと。マジかよ。ルーモス。そしてこっち、これもか。
立たせないとダメなんだ。おいで。像と反射の向きを揃えればいいんだよね。あれ？これでいいの？あ、なるほど。全員同時？全員同時にやんないとダメ？この重なってるとこか、こっか。やるしかないか。戦わないと出られない。やるしかない。あ、痛っ！ほら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 。よしよしよし。うわ、痛っ！これやべえな、マジで。プロテゴ。よしよし。プロテゴ。オッケー。まだか？プロテゴの呪文に成功した後、三角を押したままにすると、ステューピファイを使って敵を麻痺させることができます。麻痺した敵にはボーナスダメージを与えられます。先に行ってくれよ。待て。プロテゴ。ステューピファイ。プロテゴ。入って、プロテゴが早すぎた。プロテゴ。ステューピファイ。よし、ステューピファイ。プロテゴ。ステューピファイ。プロテゴ。プロテゴ。プロテゴ。ステューピファイ。お、開いて、やばい、開いて、やばい、ちょ、待て待て待て、回復、いって、強い強い強い、回復、プロテゴ、ルーモス、え、なに、ルーモスは違う、結構むずくない？ちょっと待って待って待って、どっから来るか分かんない。プロテゴ、よし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 、プロテゴ、早い、プロテゴが、プロテゴ、強い、やった、倒した、こっち、はあ、ルーモス、L さん押してダッシュ。おー、早い早い早い。着いた。なんだこれは。扉だ。ルーモス。ここに入ればいいのかな。失礼します。なんだここ。箱がある。どうせ空だろ。何も入ってね。え、なんか38って売れてた。お金入ってたのかな。こっちにもあるぞ。51。これは滝？奥に扉がある。おい、いるか？あ、います。フィグ先生。そうだ。いやいや、無事でよかった。こっちはなんとか金庫前の部屋に戻った。扉の開け方がわかりません。方法があるはずだ。私はこっちを調べてみる。はい。多分、真ん中の何かを触るんだと思うんだが。待って。あれ開けたよね。うん。これ。調べる。
あ、開いた。無事だったか。どうやって。ここは一体なんだ。わかりません。でもこれがありました。水盆に。それは水盆ではない。ペンシープ。ペンシープ。記憶を見るものだ。もしや。おお。真似しなさい。はい。顔突っ込むの。あ、作ってるよここ。誰だ？ああ、何人かで。終わったぞ。チャールズルト。この時は隠したが、我々の作った道がどうなるか。大丈夫、心配ない。パーシバル・ラッカム。古代魔術の痕跡を見られる者が必ず見つけてくれるさ。パーシバル、見えないものが見えるだけではダメなんだ。この道を歩む者には大きな秘密が託される。血眼になって狙う者がいてもおかしくない知識なんだぞ。分かってる。私たちが用意したこの試練を乗り越えられる魔法使いなら問題ないはずだ。その知識と責任を任せられる。できることはしたが。もしかしてこれか。君に見える光は。そうですね。驚いた。古代魔術の痕跡見えてる。いや、これは古代魔術の痕跡だよ。すごい。ミディアムはずっと存在を信じていたが、一度も。ミディアムも多分ジョージも何百年も眠っていた知識のために死んだのだろう。君はおそらくその理由を解き明かす鍵だ。私は。部屋の様子が随分違いますね。誰か来るぞ。何者だ。わかりません。 ですが入ってはいけません。やはりそうだった。あ、ランロク。ランロク。ほう、俺のことを知っているのか。誰もラッカムの金庫を訪れないのではと思っていたぞ。一体なぜここに。その必要はない。ただここで見つけたものを全てよこせ。そうすれば見逃してやる。ですが鍵はこの方たちが。言葉には気をつけた方がいいぞ。あの、そういう指示ですから。12番金庫の指示は非常に具体的で。あの、お願いします。鍵の持ち主しか入れてはいけないのです。あの、いいやつだなこいつ。やめてあげて。ひどい。最悪。言葉には気をつけろと言っただろう。で、どこまで話した。お前には何も私はしない。そうか。お前が連れている若いのは役に立ちそうだな。うわあ、強え。なんだ。わ、守る人だ。これが古代魔術。ちゃんと当てろ。あ、逃げれそう。あ、やばいやばい。先生、こっちです。先生。先生。
先生。うわ。怪我はないか。はい。あんなに強いゴブリンは初めてだ。奴は魔法をかけてもびくともしなかった。今度はどこですか？信じられん。あのペンシーブにロケット、そしてその両方へ続く道、君のようなものを探していたようだ。来たまえ、組み分けの儀式が待っている。あ、結局魔法学校に。やべえ、おもろ、めちゃくちゃ面白いぞワクワクする、すごく。いえ、すごい素晴らしい導入。あとちゃんと日本語吹き替えに合わせてキャラクターの口が日本語で喋ってるのがめっちゃすごい。完璧なローカライズ。うわー、ホグワーツレガシよかった、組み分けに間に合ったようだ。服には詳しくないが、その方がらしく見える、きっとな。さて、すぐにでもロケットを調べたいが、まずは魔法省に連絡だ。はい。ジョージの死を伝え、ランロクへの注意を促そう。とりあえず今夜のことは秘密にしておいてくれ、私と君の。もちろんです。ありがとう。組み分けに出よう。いやー、すごい、この先生は主人公に対する敬意を感じる。フィニアス・ナイジェラス・ブラック。ふん、この学校の校長だよ。校長先生。フィグ、ずいぶん遅かったな。組み分けの儀式は終わったぞ。少々事情。事情だと？どうやらゴブリンたちが。やめてくれ。ゴブリンだと？ヨタ話に付き合っている暇はない。さすがの私も我慢の限界だ。感じ悪。運が良ければ今夜中に君の組み分けができるかもな。また連絡する。うわあ、なんかいっぱい食べてる。みんな年下だよね、多分ね。もう一人組み分けを頼む。副校長。ようこそ、間に合ってよかったよ。かけなさい。副校長は優しそう。あ、組み分け棒だ、見たことある。おや、なるほど、他の生徒より少し年上だね。はい、そうなんです。君は期待を胸に抱いてここへ来ているな。希望しているもの、予想しているものがある。早く探検したいかな。探検したい。ホグワーツや城の外の世界をたくさん探検して回りたいな。いかにも冒険心を持つことで手に入れられるものは多い。
だが君の先生たちも多くの知識を授けてくれるだろう。はてさて、君の中には何かが感じられる。何らかの感覚。これは何か。僕の中にある感覚。あんたの喋り方、ぶらり途中下車の旅じゃねえかよ。おやおや、どれがいいですかね。勇気、好奇心、忠誠心、野心。まあ好奇心やろな。好奇心。知識欲かな。手強いパズルも好きだし、心構えはできてると思う。実に賢い。普通の人間が戸惑わずに折れないものもしっかりと考えられる。そして学ぶ準備ができている。物覚えもいい。本当？レイブンクローがいいかもしれんな。わし、レイブンクロー？わかんないけど、そうだって言うならそうするわ。君はレイブンクロー。あれ、なんかまた変えられた。そうだ、最後にもう一つ。先日の春の決勝戦で負傷者が出たため、今年はクィディッチのシーズンを中止とする。気は済んだかね。何も飛ぶのを禁止するわけではないよ。まあ諸君次第だがな。学校とは将来に備え学ぶための場だ。授業が始まる前にやることが山ほどあるはずだぞ。この校長感じ悪い。もう一度言う。明日授業が始まるまでにやるべきことを済ませておきたまえ。派手な投稿だったね。はじめまして、私はレイズリー先生。新入生を談話室に案内したまえ。かしこまりました。改めましてウィーズリーよ、よろしくね。よろしく。こちらこそ、初めまして。こう見えて副校長でね、今から寮の談話室に案内するよ。ついておいで。はい。あ、これがレイブンクロー。5年生から入学するなんて異例だ。大変だろうけど、あんたならやっていけるはずさ。頑張ります。はい、頑張ります。ここがレイブンクローの談話室の入り口だ。謎解きをしなきゃ入れない。助け舟は出せないよ。この手のことは昔から苦手でね。長生きしたのはどっち？ゴーストとポルターガイスト？で、ゴーストとポルターガイスト。生きてなければ長生きはできないかな。なんかわかんないけど入った。一休さん？やるね。さあ入って休みなさい。明日からいろいろ忙しいよ。朝迎えに来る。最初の授業に連れて行くよ。ありがとうございます先生。どうも。ホグワーツ最初の夜を楽しむといい。おやすみ。おやすみ。あ、もう朝ですか。テンポいいな。おはよう。みんな行っちゃったみたい。談話室に行ってみよう。はい。というわけで今回はここまでにしましょうか。しっかりちゃんとね、入学できましたね。魔法学校にね、いろいろ大変な冒険をしましたけど、とにかく彼は冷静です。何が起きても冷静沈着、動じない強い心を持った男。それが私、ハンサムクロージ。完璧だ。で、まあ印象ですけど、
校長先生感じ悪くて副校長先生は優しかったけど、僕のハリーポッターの物語のイメージ的に感じ悪い人がいいやつで、感じいい人が裏切り者っていうパターンがなんか多いイメージがあるんで、副校長怪しいな。なんか悪い、ランロクと繋がってんじゃねえかな、あいつな。勝手に疑ってしまって悪いけど。というわけでまた次回、今度はね、寮の中を冒険、探検したり、学校の中を見て回りたいと思います。というわけでまた次回遊んでいきたいと思います。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。